どうも、R指定です。今日はクリーピーナッツの相方 DJ 松永の家に潜入しようと思います。それでは行きましょう。じゃない。おやす。なす。ああ。お願いします。松永さんの自宅に家にやってきました。どうですか、松永さん。住み心地。100点満点。100点満点。いいですね。家が一番。なんかこう家。なんか紹介するとしたらどんなあれがあります？何があるのかな。まあ、これは何ですか？また、あ、ネクタイです。これなんかお気に入りの。これ何個ぐらいあるんですか？分かんない。いやでもネクタイとあと蝶ネクタイもあるんだよね。あ、その分けてんねや、用途によって、うん、どれが一番お気に入りですか？いや、それ難しいよ。やぼなこと言うね。でもこれがすごいですよね。これえ、これ何なんですか？この物体、物干し。基本部屋干しですもんね。部屋干し派。ベランダがないから。そう、ベランダがないというのも、うん、ちょっと見ていただきたいんですが、兄さんの部屋の窓開けよ。ベランダのこと、ドアのとこ、これ坂なんですよ。坂の一番下でなんかチャリのキーキーって音が、子供のキーっていう声が常に聞こえる。ずっと聞こえるし、車の音も聞こえる。聞こえる、聞こえる。で、松田さん前までね、カーテンこれだけやった。そうそうそう、これで生活してきて、外から全部見えるんですよね、これ。3年ぐらいこれで生活してて、4年目ぐらいでカーテン1枚足りねえかもしれない。やったの思い出。やったの思い出。これ買って、こうなりましたね。なりましたね。ちなみにこれ松田さんいつもハットかぶってるんですけど、ここにこれ、こっから選んでる。こっから選んでる。ここに松田さんのハットコレクションが。コレクションっていう。ちょっと待ってください、松田さん。え、俺これかぶってんの見たことないですよ。じゃあこれかぶってんの。俺買ったけどかぶんないやつばっかなんだよ。いけいけいけ。あ、似合わへんな。私全然思わなかった。全然。だってこのコーナーやばい。このなんでやだよ。これはやばい、これはやばい。あとこれは俺自分で買ってない。これ何なんですか？もらいもん、もらいもん。ちょっと一回買ったことないでしょ。買ったことないんだけど、楽屋でもらってかぶってたらみんな爆笑してたから。厳しい。これひどいです。これかぶらん方がいいです。あ、本当ですか？あと入んないっていうね。うん、なんか、あ、これはこれ何ですか？これお茶。これ緑茶です。松永さんお茶好きなんですか？そう、お茶、やたらお茶飲むんですよね、異常に。すごいおつですよね。そうそう、まず急須とこう湯飲みはもう上東京ね、この家に引っ越してきたもう当日に買いましたね。あ、もう新潟の時から好きやった。もうめっちゃ急須、マイ急須取れます。いや、マイ急須ね、今大したことないの。いや、いいいい。じゃあ前は何を恥ずかしかったの？じゃあ前は、俺の、じゃあ俺の普通探そう。あのこれや、これ、ええやん、これいいよ、かっこいい。いや全然、あのね、前はこれとあれなのよ、聞いて。前は聞いてる、聞いてる、聞いてるよ。前はこれと同じ色の有田焼の急須を使ってたんだよ。だけどそれは結構お気に入りのやつだったんだけど、割っちゃったのよね。あ、割っちゃって俺結構割るからあんま高くないやつを、あんま全然これダメなんだよな。これいいよ、俺のいい。いや全然かっこ渋いやん。これダメなんですよ。なんでそんなこと。俺の本来の一番大好きだった有田焼のやつ見せたかったな。いいですか、これと同じ色。あとこれ本当に俺言いたいのは、全ての DJ の人に言いたいのは、乾燥肌の人、あのスクラッチとか手がスベスベしちゃってレコードが触れない時ある。あの手の湿気、湿り気がないとやっぱりレコードタッチがうまくいかないから、これ本当。あ、俺ユースキンかメディカルクリームのどっちか、マジでみんな使ってほしいのは。俺ね、マジいろいろ試したんだよ。いろんなお店、あの薬局行ってハンドクリームいろいろ試して、なんかこのやつベチョベチョしすぎちゃってもうヌルヌルになっちゃってできなくなっちゃったりとか、すぐ作業用のやつ、それハンドクリーム塗ってからすぐサラサラになるからすぐ作業できますよっていうやつはサラサラしすぎてもうレコードうまくいかないみたいなので、もう自分であと塩水とか
砂糖水とかも作ってみて手にピャッピャッてやってみたりいろいろ試したんだけど、結局これユースキンかメディカルクリーム、どっちか。これメディカルクリームだけど、どんどん一緒なんだよね、ユースキンとメディカル。俺もう今つけちゃおうもう我慢できない、我慢できない、我慢できない、もうほんと中毒中毒。こうやって塗ってもよく擦り込みましょう。ようやってますもんね、マザーさん。やってるやってる感じは、もういい感じだね。じゃあそれでちょっとこう、ちょっとやっちゃう、その効果を。効果抜群じゃないですか。すごいですね。普通はそうなのって。いやー素晴らしいね。あ、これね、なんなんですかこれ。あ、これ全然か、今全然関係ないけど目に入っちゃったから。これハンカチーフ。そう、松永さんのポケットチーフが。何の意味もないやつね。お前ふざけんな。使ってないよそれ。使ってるよ、刺してる俺。刺すってなんだまず。そもそも刺すっていう。ちょっと気になる。刺す。これがお気に入りですね、一番の。あ、これだ、これ、ね、ずっと刺してるこれ。これ一番刺してる。これさ、だってさ、ポケットになんかあのグニャって入れてさ、一回も出してるとこ見たことない。いやだから出すわけないじゃん。なんで？おしゃれで出してんの。だって使う手洗い拭くために。すげえよ。本来の用途は。いやアクセサリーですか。こんなアクセサリーで。そういう側面があるから。刺しまおう。こんなバカに見せてるともったいねえ。そういう側面があるから俺はファッション嫌い。なんか使えへんねんそれみたいな。なんなの。さあうるさいジジイがいるんでしょ。これが松田さんの作業スペース。作業スペースね。これとかもね、使うんですよね。うん、もう使ってないね。え、これはあ、もうこれ使ってる、こっち使ってる。あ、こっちを使ってるの。こっち使ってる。でけえ、でけえなやつと、これマイクもね。マイクこれでも、ま、基本的にここで俺は撮らないんで、うん、松永さんがこのマイクを使ってるってことですもんね。そうだね、自分がラップするってわけじゃないんですけど。いやでもあのトラックのさ、そうトラックを作っ、そうそうそう、トラックのあのネタとかに自分の声入れたりしますよね。そうそう、足りない二人っていう今回出したアルバムのタイトル曲なんですけど、イントロの声自分なんですよこれ。自分で歌ってなんかこのネタっぽくしたりだとか、そういう技。そう。言われたみたいに使う時もあれば、自分の声をなんだろうドラムに重ねて、あ、なんかビートボックスして、息遣いとかビートボックスとか、なんかオープンハイハット代わりにとかみたいな声を録音したりだとか、自分の声適当に取ったやつチョップしてたりピッチ変えたりして作ったりはしますね。Yo、 ためにためたフラストレーション、パッと解放するマスターベーション。どうしたの皆さん、ファーストデートみたいに緊張してるマスカレード。ポーカー、ここは松原さんの、なんすかこれ。DVD コーナー。DVD コーナー。エロいやつないんすか。エロないです。もうすっかりオンラインでエロはしましたけど。あー、でもこれはブルース・ブラザーズ。あー、ブルース・ブラザーズはもう俺が一番最初の音楽好きになった企画みたいなもんなんで、ちょっと持っとこうかな。じゃあルーツじゃないですか。ルーツだね。あ、これオードリー。あー、オードリーたくさんあります。そうですね、オードリー一番好きなんで。一番芸人さんの中で一番好きなコンビで。そうですね。でもいろいろ見てると本もあるしね。そうか、分かるね。人見知り、あと山里さんも天才になりたいたい。こういうところが、そしてこの若林さんと山里さんの組んでいるコンビ、足りない2人っていうのから、我々のアルバム、足りない2人、足りない2人を着想を得て作りました。作りましたね、これ。でもやっぱ松永さんは若林さん側にこうすごい影響を受けて。そうだね、よりラジオとか聞いてるもんね。そうそうそう、オードリーのあのね、打つかなと思うぐらいついてきてますね。打つかなって思うぐらい確かにずっと同じやつ聞くっていうのは。そうそう、ずっと同じかい。このジャケの構図もなんなら足りない2人のポスターの構図と一緒。サンプリングサンプリングってちなみにここにあるあのポッキーは何ですか。この中身は外箱なんだよな、大事なの。あ、と言いますと、なんでこのメッセージ、このパンの旗からいただいてるこの
てください。その後結婚してください。ずっと一番大好きです。来年もサンサンのクリームからしたいです。いろんなコンビニはしごして見てきました。愛してます。ずっと好きです。結婚してください。これを、これを、これをこう、ここに置きまして。置いて、見ながらこう。見ながら。抜くみたいな。トラックを作るの。あ、トラックを作る。ああ、なるほど、なるほど。作ってねえやつみたいな。ちなみにこれ言っとかなかな、松永さんはね、こう25歳でね、今ね25年間こう来てきて、 DJ としてもこうやっぱ実力の持ち主ですごいで、まあ活躍しているんですけど、25歳で未だねまっさらの童貞ということでね。あ、イエーイ。何それ。